アビロンのドラゴンラピードアビロンパレスチナアビエーションカンパニーは1936年にイギリス移民党治療パレスチナで設立されたユダヤ人の航空会社である。アビロンはヘブライ語で航空機を意味する語でこの会社は民間航空輸送よりも飛行訓練を行う学校としての活動を主に言っていたことで知られている。後のイスラエル空軍の前身となるハガナーの 航空部隊パルアビア、シェルートアビアのパイロットや整備員の要請に尽力し、最終的にはイスラエル空軍に統合される形でその役目を終えた。アビロンのエンジニアと話すドブホーズとイツハクベンヤーコブ、アビロンはユダヤ機関、ヒスタドルーとユダヤ民族評議会の協力事業として設立され、またハガナーとも密接に協力関係にあった。アビロンの最初の CEO には、 ハガナーの指導者でもあったドブ、ホズが就任した。最初の民間航空路線は、ハイハ、リッタ、テベリア間に就航したとされるが、実際に、どのような頻度で運航されていたかは不明である。1938年には、ヨルダン渓谷に位置する器物、アフィキムに拠点を移し、この地にアビロンフライングスクールが開設された。1939年には、 最初の11人の卒業生がパイロットライセンスを受け取った。アビロンの最初の運用機はイスラエル飛行クラブが保有していた RWD-8 とイシューブを通じて入手したタイガーモス各1機で1939年7月には2機の RWD-13 が加わり、同年12月には1機の RWD-15 も追加された。同じ頃、 民間の飛行クラブの一つであったパレスチナフライングサービスがアビロンに合併され彼らの保有していた3機のテーラークラフト B もアビロンに移管された。1940年12月には自動車事故により CEO のドブホズ及び同乗していた家族とホズと共にアビロンを牽引した幹部であったイツハク・ベンヤーコブが死亡した。1942年の時点で アビロンフライングスクールからは、計9 5名の卒業生が排出されていた。1943年になると、ハガナーの精鋭戦闘部隊であるパルマッハの航空部門として、パルアビアが設立された。パルアビアは引き続きアビロンでの飛行訓練を行った。同年、イギリス政府によりハガナー及びパルマッハが一度、非合法化され武装解除が試みられたが、この際パルアビアは、 民間の組織パレスチナフライングクラブと称して飛行訓練を続けていた。第二次世界大戦を通じ、パレスチナ在住のユダヤ人の多くがボランティアとして当地の連合軍に協力し、大戦が終結した時点でパレスチナのユダヤ人のうち約2500人が何らかの形で連合軍の空軍で働いた経験を持っていた。第二次世界大戦後の百四十七年に、 イスラエル独立の機運が高まりパルアビアは新組織シェルート・アビアに拡張され、アビロンも名前は残っていたが実態としては、シェルート・アビアに合流する形となり、拠点をアフィキムからテルアビブに移した。翌1948年にシェルート・アビアはハイルホバーすなわちイスラエル空軍となり、この頃には会社としてのアビロンの名も完全に消滅した。ありがとうございます。